助けた助けた助けた昆虫を探すようになっちゃう。わしの好きな香川照之だと。昆虫すごい。カマキリ。カマキリ。カマキリ。先日助けと二人で見てキャッキャしてた。鬼山すごいな鬼山。時速60キロぐらい。で9000から止まれる。香川照之殿の名字はトンボを勝ち虫と名前つけたのは年上。いやとか、わしの記憶にそんなことある。勝ち虫としてトンボを好んでガラに使ってったのは知ってる。あいつを勝ち虫って名付けたのかな。それはちょっと定かだな。うん、お噂をすればあんなんじゃ、あんなんじゃない、オニヤンマは。キュッキュッなんか、こうやって遠くの時にこうやってやるの、本当に鬼ヤンマというのはこの回るものにこの気を引かれる。自分のこの羽がこう回転してるがゆえにメスがいると思いましたそうそうそう香川殿の考察がな、ぴったり鬼ヤンマというのは巡回旅体質だよ。ここで待っていればもう一度戻ってくる。で、タスケがそうなんですわ、鬼ヤンマってのはこの、川があると川を上流下流を行ったり来たりするんですわって言ったら、そのからくりでその3秒後に全く同じ説明しとった。全く同じことを香川殿が言い始めた時には心が通ったって。そう、本当に香川殿と心通わせて、タスケが言ったことを3秒後ぐらいに香川殿がトンボ捕まえて、トンボのあの色がいいですね。タガの色が。見て、この色は。あの男は、この、わしはこの青のために生きてるのかって、わけわかんない。銀ヤンマ。銀ヤンマの青い。タガー殿は、そのトンボに向かって、俺と人生交換しねえかっどう考えても香川殿の人生の方が豪華だと。金曜もさらに早く、時速70キロ。香川殿も70キロで飛んで9000回したいで、香川殿が体を張って自動車で70キロで9000回したらどうなるかっていうの、芸人のようなことやるから取ってほんで、あとはさらに小さいハムシを捕まえるわけだ、鬼ヤンマというのは。だからその速度で飛んでるものに対して、あ、取る
でそれを体感したいということで、香川殿はこの空中にクレーンで吊るされて時速70キロのバレーボールを打たれて取る危ないっつって取った危ないっつってでも3球目ドーンっつって見たかっていうのをもう助け版でやろうと助けの昆虫すごいぜ季節が終わってしまうあの水中行く昆虫だタガメだとかゲンゴロウだとかあれどうなってんのあれどこであれ昆虫って一気しとるのか今でもあれはだと浮上して一気しとるただその例えば水中に潜った時にあの背中の方に金魚を止めておくとかでほうほうほう持続して長く、じゃあそれができるのか助けを沈めたってできませぬと断言しておく畳用意の背中に空気なんとか名古屋チェアにあるあの我らの田んぼアートの田んぼ田みそあそこわざわざ使ってもいいよ、ね、あそこ の, あの用水路があるからあ、でもしかしあの辺にはきっと面白そうな生き物がちょっとおるだな死んどるぞあの水は流れがないからあ生き物はあんまり藻ぐらいしかいないんじゃないかあれは、拙者のお題についてクワガタムシやらクワガタムシやらの1月ぐらいに終わって僕のな、こんな、こんなやつかな。あんな日の本のカブトムシだけだってあんなに力強いのに、あんな異国のあんなでっかいの、恐ろしいな。こうなる。それなる。豪華さそうか。かなこれ怪しくなってきたぞ今ヘラクレスとネプチューンカブトの違いどう違うもう一回ヘラクレスはどうヘラクレスは、うん、この後ネプチューン下も同じ長さおおあそれはこのことでだろで高加速もう一つぐらいその3番あアトラスオオカブトどちらよアトラスオオカブトの方がちょっと小さくて前の腕がそんなに長くて長くないアトラスオオカブトは前足だけそれはこう結構上の角度まで粘る感じです粘る故に強いあサスケが一番好きだどの姫が一番好きって言われた時の男の反応だったの、私でしたら、まあでも一緒に助けは何で助けながら今昆虫図鑑がベラベラ今助け
手に一番好きな虫をあげろって言ったらもう悩んじゃって出てこない。何何がでも大体ケースが一番好きなんですよ。セミはやかましくて動けなくなるぐらい大好きだったらバンって言って、おおってもうありますね。わしだって鳥もここにくっついたことあります。あ鳥も呼び寄せたこともあります。いやしかしながら好きな虫でしたらまあアゲハチョウかな。死んだアゲハなぜ近くで見んかったら綺麗近くで見たらまあ半径5メートル以内来たらちょっと気持ち悪い。結構遠い気持ち悪い。だからこの辺でああ飛んどるなって思ったら綺麗なんだけど、こう降りた瞬間に顔面面を見た瞬間に顔面気持ち悪いな。どういうかならんか。そんな感じ可愛くない。この感じだよな。そのまま言ったらもう違う。口が長い。いや、お主、食事中見たことあるのか。食事中いやいやいや、食わしたれ、そっと口が長くて、前取る。ゾンビだよ。あ、そんな伸びるんですか。気持ち悪い。あの基本的に伸びる足が多い、色とかでも形で判断します、私は。そんな伸びるって言われて伸びる足、色、形虫じゃん身内じゃろうじゃんおじけ身内足伸びるしな、こいつ伸びる虫、色も変虫も変確かに虫みたいな柄して言われると確かにこんな柄の虫をおりますおらんわね蝶々はよかおめでとうございます。おるかこんな柄の源でしたら一番近いのは標本鳥かアサギマダラという。アサギマダラ何だこれ。綺麗な蝶。あ、蝶で寝坊しそうな。じゃあタスケの昆虫すごいだ山に放った方がいいでしょう。山に放つ怪物を怪物怪物だったのか。檻を抱えて山まで行ってわしがこうやって感じたタスケが勢いよく出てくるんだけども一瞬わしの方をちょっと振り返って急に山に行った瞬間にちょっとまた本がある山男ええー、なぁ、お宮さんだけなんか桃の木に寄っておかしくないもんな。人間殺すいや、一応な、あの人間として症状さあ、多いだろ、あのイノシシの皮をな、剥いで、こうやって、ね、草木に届かされてまだ乙骨の死はもありませんみたいな。ああいうのまずできたんだけどあの瞬間かっこいいぞ。こうやって避けるんだから。あ、明日の出陣は誰だ。
秀吉様と拙者にございます。おお。月曜日。そうか。そして戦後御殿場秘書。ということは、トーマと秀吉が出る可能性が高い。もう夫人はまだよ。まだ外れない。出てる。もう誰じゃ密告した。もう出てしまってる。アニマルが出すの早いわ。誰だと。と清馬さん。ああ。すごい。身内音絵巻き。すごい放送になるだこれ。身内音絵巻き。まあ、割かし身内になりやすいです。トヨトミ家は多いので。わしと次郎三郎の最悪だよ。総軍師が言ったんだよ。親友の。居酒屋の夜中の2時にそれがよく分からんですよ、私は。分からないよ。だらないですよ。まあ、月曜日夜9時、CBC 戦国音絵巻というな、ラジオをやってるから、ぜひとも聞いたことないものは、明日夜9時に CBC ラジオを、何かしながら、飯食いながらでも、運転しながらでもいいから、聞いてみてくれ。それでは我らはここにて退陣いたす。最後まで名古屋を楽しんでまいり、また会おう。さらばじゃ。